13はこんな感じ、8はこんな感じ。これの影がない。iPhone 13がスーパー速い。めちゃくちゃ速い。もうね、3分の1終わってしまいましたね。皆さん、こんにちは。水おじさんです。今日は iPhone 8と iPhone 13の実機を並べて、たくさんのアプリを起動しながら速度比較をしていきたいと思います。今までもね、これだけシリーズを行っていますので、ご興味ある方はご覧ください。前回 iPhone 12の時もそうでしたけども、今回もね、そろそろね、ホームボタンなしの iPhone に移ろうかなと考えている方多いと思います。そしてすでにね、iPhone 13お持ちの方はこんなに進化しているのかということを感じ取れる動画になると思いますので、機種編を考えている方も最新の進化を感じたい方もぜひ最後まで見ていってください。またこのチャンネルでは iPhone 13最初にやるべき設定7000の動画や iPhone 5C を3800円で買って動かしてみたの動画など iPhone の検証お役立ち動画がたくさんありますので、今のうちにぜひチャンネル登録をしておいてください。それでは行ってみましょう。それではね、早速比較の方していきます。まずは電源を落として電源の入る時間を測っていきましょう。これはね、結構ね、入れてるアプリ数に左右される時があるので、まずはまあ参考程度にというところで電源のところから始めていきます。その後ね、今表示されてるアプリ、後で説明しますが、これを一個ずつ起動しながら速度確認をしていきます。それではまず電源の方を落とします。はい、今両方の電源が落ちている状態です。なので同時にね、電源の方を入れていきましょう。せーの、よいしょ。リンゴマークがね、出たら手の方を離します。リンゴマークの方が出たら、はい、こっち出ました。はい、こっちも出ました。で、一応ですね、チップとしてはですね、iPhone 8の方が A11、A11 ですね。こっちが A15、A15 なので4世代離れた機種になります。なので、まあ一応処理としては、iPhone 8早いです。あ、でも iPhone 13もほぼ同時ですかね。じゃあちょっとこっちの方はロック解除してしまいます。はい。iPhone 8の方はね、ちょっとロックをかけていないので、そのままホーム画面に来ましたが、ちょっと iPhone 13の方はね、今使ってる機種ですので、ロックをかけていました。今ロック解除した状態です。一応ね、こっちの方が早く起動しました。この起動の速さはですね、アプリ数によるのかなという気が最近しています。本来は大体一緒で、こっちね、常用してる iPhone 13なので、かなりの数入ってますので、ちょっと遅かったかな。まあほぼ同時でしたけどね、ほぼ同時でしたが、もしかしたら両方初期状態であれば iPhone 13の方が早い可能性は十分にあります。まあここは参考程度に見ていてください。はい、そして今回比較するアプリはこれらにしました。一つずつ言っていくと、 App Store、 Twitter、 YouTube、 パズドラ、原神、ポケモン GO、 ドラゴンクエスト、大の大冒険、サファリ、ギークベンチ、 iMovie ということで、それなりにね、差が出そうなものとか常用しているものとかを並べてみました。そしてこれ一個ずつ同時に起動していきます。同時に起動していって、どっちが早いかっていうのを比較しつつ、今度最後は逆に戻っていきます。逆に戻っていって、どこでねメモリがね切れてしまうかっていうのを毎回測っていきますので、そちらもね、戻っていくときも、あ、まだこっちはさっきの続きになるんだとかね、あ、こっちだと落ちちゃうんだとか、その辺をね楽しんでいただければと思います。で、今回原神を入れたのは、やはり最近はね 3D といえば原神というところもあるので入れてみました。ちょっと iPhone 8には厳しいのかなとも思いつつ、どのくらい動くのか、いや、これだけ動くのかとかね、その辺も試せればいいかなと思ってます。そしてドラクエの大の大冒険を入れたのは、まあソーシャルゲームがね、きちんと動くのかっていうところで、一応 3D なのでちょっと入れてみました。なのでその辺も楽しみにしといてください。あとギークベンチではね、ベンチマークを出しますし、 iMovie では出力時間ですね、出力時間、動画の編集した後どれだけの時間で出力できるか、これも楽しみにしといてください。それでは行ってみましょう。はい、それではまずですね、両方にね履歴がないことを確認していきます。 iPhone 8の方はホームボタン2回押して履歴がないことを確認します。はい、履歴ないですね。でこっち iPhone 13の方も下から上にスワイプして履歴がないことを確認します。両方履歴ありませんでした。ということで、一つ目、App Store から起動していきます。それでは同時に押していきます。せーの、ドン。はい、やっぱり読み込みはね、圧倒的に早いですね。早いです。まあ、こればっかりはしょうがないとは思ってますけれども、一応スクロールまで見ていきます。スクロールしてみましょう。はい。うん。まあ、どちらも滑らかですけれども、たまにちょっと iPhone 8引っかかるかなぐらいの感触がちょっとある程度ですね。ちょっとある程度。ちょっとトゥデイタブに移動してみます。せーの、ドン。速度はね、そんなに変わんない気もしますね。写真の読み込みが遅くて、たまーに引っかかります。たまに iPhone 8の方が引っかかる時があります。はい。うん。タブを切り替えた時は、やっぱり iPhone 13の方が早いですね。この辺はね、もうチップが違うのでしょうがないなとは思っています。はい、続いては Twitter ですね。Twitter の方行ってみましょう。せーの、ドン。はい。まあ起動はまあやっぱり早いですよね。まあ似たようなもんだったと思いますけれども。じゃあちょっとスクロールしてみましょう。せーの、よいしょ。うん。これは大きくスクロールしても、どちらも違いはないような感じがしますね。うん。どちらも違いはないような気がします。これはほとんど違いはないんじゃないでしょうか。まあただね、iPhone 13の方がフルスクリーンなので、
とても多く情報が見れるっていうのはありますね。違いとしてはそのくらいですかね。はい、続いて YouTube。 これもそんなに変わんないかなと思いますけども、一応起動していきましょう。せーの、ドン。はい、 YouTube。 うん、おー、あ、結構差が出たかもしれないですね。こっちの方がまあ圧倒的に早いかなという感じはします。まあちょっとじゃんと思う方もいらっしゃると思うんですけど、これがね毎日となると結構な差になってくるのかなという気もしますね。うん、あー、うーん、これだとやっぱり8の方が一旦読み込み入ってっていう感じはありますね。カク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 今してんの分かりますかね。まあ13の方もたまに読み込みますが、これはちょっとネットワーク性能も関係している可能性もありますけども、やっぱり画像を処理して画像を表示するのも13の方がちょっと早いかなという感触はありますね。これも一応タブ切り替えてみましょうか。例えばショートのボタンを押してみます。せーの、トン。うん、まあでもこれ全然変わらなかったですね、今ね。よいしょ。はい、なのでほとんど変わんないという結果でもいいような気はします。続いて 2D ゲームのパズドラの方を起動していきたいと思います。これは 2D なのでそんなに差は出ないかなと思いますが、起動速度の方をちょっと確認していきましょう。せーの、トン。はい、うん、まあ13の方が早かったですが、そんなに差がある感じではないですね。うん、まあほぼ同時ですね。同時と言って構わないと思います。一応スタートボタンを押してみますか。せーの、トン。はい、ここの読み込みはまあネットワークも絡んではくるんで、あ、こっちはちょっと読み込み入りましたね。これは8の方が早かったです。なのでまあこの辺はちょっとね、処理というよりネットワーク絡みだったかもしれません。ということでほぼ差がないと思っていいと思います。続いて 3D ゲームの思いと言われている原神ですね。原神、こちらね、アカウントちょっと別の方で進めて、一応画質設定が進められるとこまで来ました。標準設定のままにはしてありますが、一旦これで起動してみましょう。まず起動速度から。せーの、ドン。まあ当然ね、 iPhone 13の方がまあ早いとは思いますけども、8もね基本的にそんなに遅くないっていうところがちょっと驚きですよね。こんな感じで一応13の方が先には進みますが、一応触れるところまで行ってみましょう。触れるところまで進んで、そしてゲームをねスタートさせてみてどうなるかというところ。じゃあゲーム開始をします。せーの、トン。はい、でこれどっちが先に起動するかっていうところも見ものかなとは思いますが、まあねこれもね処理速度はちょっとだいぶ関わってきそうな気がしますので、タップして進むになりました。せーの、トン。ここですかね、ここが始まるまでの時間。あ、ここでももう一回ですね。ゲーム開始押してからですね。せーの、トン。はい、これでどうなるかといったところ。はい、でここの読み込みのマークがやはり13がググっと埋まってしまいましたね。この辺はさすがかなという気はします。まあ4世代違いますからね、チップの違いがここはね大きいのかなと思います。あ、でも追いつきましたね、追いつきましたね。どうなるんでしょうね、どっちが先に起動するか。最後ネットワークも絡んでくるかもしれません。はい、結構お互い起動に時間がかかってます。はい、やはりね13の方が早く起動はしました。ちょっと葉っぱの陰に隠れちゃったので視点を移動します。こんな感じ。うん、だいぶ差ありますね、だいぶ差があります。起動までにかなりの差がありますね。これはさすがかなといったところですかね。うん、まだ起動しない。あれ、結構経ちますね。今だいたいちょっと測んなかったですけど、30秒くらいはちょっと iPhone 8が遅れてるイメージです。まだですね。確かに原神の推奨がですね、 iPhone 8 Plus になってるんですよ。あ、起動しましたね。 iPhone 8 Plus になってるので、これ iPhone 8なのでかなり厳しいことは想定されます。はい、だいたい同じ場所にいたつもりです。だいたい同じ場所、同じあたりの視点にするとこのくらいですかね。この青い塔が見えるところですかね。こんな感じでちょっと横にしますね。一応私がプレイしてみて気づいたのは、やっぱり影がないんですよね、 iPhone 8の方。まあ標準設定でですね、標準設定で、例えば今後ろに小屋みたいなのがありますよね。 iPhone 13の方はちょっと近づくとよくわかるんですけど、影があって8は影すらないんですよね。近づくとこんな感じ、こっちも近づくとこんな感じ。うん、なので影の処理がですねカットされてるんですよね。もうちょっと近くで見てみます。13はこんな感じ、8はこんな感じ。小屋の影がない。あと全体的にいろんな岩とかの壁の影もないって感じですね。でグラフィックの設定を確認すると、 iPhone 8の方はグラフィックスの方がですね最低デフォルトになっていて、まあこれはもう多分機種判定で最低になってるんだと思います。そして iPhone 13の方はグラフィック設定高でデフォルトになってるんですね。なのでかなり高いレベルのグラフィックに最初からなっているといった感じで、先ほどのね影が出なかったり出たりっていうところがあるんだと思います。で8でね少しプレイして思ったのが、
動かしてる間にかなり熱くなります。かなり熱を持つのと、あと結構いろんなイベントの前で固まります。それに対して iPhone 13の方はやっぱりね快適ですね。その止まるっていうことがほとんどないので、一応グラフィック設定この上にも上げられるとは思うんですけど、ちょっとそこまでは今回やりませんけども、やはり快適にプレイできるのはまあ当然ながらですけども、 iPhone 13の方となりました。はい、続いてはポケモン GO ですね。こちらね 3D ゲームと位置情報を使うということでちょっと比較していきたいと思います。せーのドン。はい、これもね結構顕著に差が出たりはしますけども、あ、でも iPhone 8も早いですね。早いですね。ちょっとこっちも触れるモードになりました。13さすがに早いですね。ちょっとこっち設定がまだあったのであれですけども、 OK トン。そこまで差はないかなという気がしますね。ちょっとね動かした時に少しね iPhone 13の方が快適にくるくる動かせるかなという気はします。まあ8もねそんな悪くないです。じゃあちょっと一応ポケモン図鑑を開いてみましょう。ポケモン図鑑を開いてみます。せーのトン。そしてこのポケモンを押してみますね。せーのトン。ここの表示について、あ、どっちもどっちですかね。どっちもどっちぐらいに見えましたね今ね。じゃあスクロールしてみます。せーのよいしょよいしょ。以前はこのスクロールでね結構差が出たような気がしたんですけど、今回差が出ないですね。これは iOS のパワーなんですかね。そういえば言うのを忘れてましたけども、両方とも iOS 15.0.1 です。 15.0.1 になっているので、なんか読み込みがね前まで古い方はね少し図鑑は遅かったんですけれども、そんなに差が感じられないような気がしますね。アプリのアップデートで速くなった可能性もありますといったところでしょうか。はい、続いてはドラゴンクエスト大の大冒険ですね。これ一応これねソーシャルゲームということで、まあ皆さんねやったりすると思いますので、一応 3D ですので、ちょっとこちらも差を確認していきたいと思います。せーのドン。はい、こちらもねまあ恒例通り13の方がちょっと早いというところでしょうか。じゃあちょっと触れるところまで行ってね、少しだけねゲーム起動してみて、どっちが早いかみたいな、もしくはカクカクしないかとか、そういったところをちょっと確認したいと思います。まあ13の方が起動早かったからですかね。やっぱりオープニングも最初に触れるようになりました。こっからスタートしてみましょう。せーのドン。はい、ここの時間もねまあネットワークも絡みつつだと思いますが、やっぱりね何かやっても処理速度を速い方がやっぱりね早く終わるっていうことが常ですね。ここから先頭までちょっと入ってみますね。せーのトン。はい、ここでの処理速度はね結構変わる可能性はありますね。あー早いですね。あ、サーティン早いですね。うん、でちょっとこっちカクッとしてますね。カクッとしてます。はい、やっぱりねこういったところ 3D 使うところ、うん、こうたまにカクカクしますね。8はたまにカクカクしてます。ちょっとこの辺はオートなので少し見ていきましょう。うん、ちょっとねここ今分かりましたかね。最初スライム切るときガクガクっとなりましたね。まあこういう風にねどんどん 3D が進むようなゲームはねちょっと厳しいといったところもあるのかもしれません。まあそれでもよく動いてるなという気はします。まあこんな感じです。まあやっぱりねこういうのも iPhone 13の方が有利ということが分かります。続いてサファリです。サファリの方は起動時間とあとスクロールですね、スクロールの滑らかさを確認したいと思います。それでは行ってみます。せーのドン。うん、なんかちょっと読み込み遅かったですね。読み込み遅かったです。あとやっぱりここのパッと見でわかるんですけれども、13の方がやっぱフル画面なので、次の iPhone 13の紹介までちょっと見えてるっていうところはやっぱりポイントが高いかもしれないですね。処理速度とは関係ないんですけども、やっぱ多く見れるっていうのは大きいことですよね。スクロールに関してはそこまで問題ないと思います。でちょっとさらに詳しく見てみますね。せーのトン。はい、あー、そうかそうか。こっちはですね、もう iPhone 8の方は、こういうアニメーションの表示をもうしてくれないんですね。してくれない。この画像表示になっちゃったの。で、こっちは、実はこういう風にアニメーションしてるんですね。なので、もしかしたら iPhone 8で見てると、最新の映像というか、最新の画像が見れてない可能性がありますね。なので、こっちはね、こういう風にアニメーションした映像がどんどん出てくるんですけれども、もうここでも結構違うんです。ここはちょっと意外でした。ということで、やはりね、最新を抑えたいのであれば、新しいものということになりますかね。続いてギークベンチ、ベンチマークの方を測っていきましょう。せーのドン。はい、おお、ちょっとこっちやっぱりね古い方がねこれ早い傾向にあります。多分メモリとか少ないので古い機種の方が早いのかなと思ってます。で一応性能の方を見ると A11 で 2.39GB で、こっちはまだね A15 とは出てないんですけども 3.22GB ということで、メモリの方が注目ですかね。メモリ 1.93GB、 2GB ですね。こっちはメモリ 3.6 でまあ 4GB でしょうということで、こちらね CPU の性能の方を測っていきたいと思います。ここを CPU 押して RAM ベンチマーク押していきます。これはね性能高い方が早く終わる傾向にあるので、基本的に iPhone 13が先に終わるとは思いますが、一応同時にスタートしてみます。せーのドン。だいたい 2,3 分でね最新の方は結果が出ると思います。少々お待ちください。
はい、iPhone 13の方がね、2分くらいでやはり終わりました。この数字の方はね、ちょっと後で iPhone 8の結果が出たら見ていきたいと思います。はい、だいたい4分くらいでね、iPhone 8の方も終わりました。数字の方を見ていきましょう。同時に見ていきましょうか。はい、iPhone 8の方がシングルコア927で、iPhone 13が1720ですね。まあ、倍とは言わずともほぼ倍ですかね。1.9 倍くらいの数値。そしてこっち、マルチコアの方が1359に対して4559なので、3倍以上ですかね。3倍以上 ?3.23 倍ある数値です。なので、こういったね、マルチコアが強いと、映像系の処理とかゲームとかやっぱり強かったりするので、今までね iPhone 13がいろんな処理が早かったのはこの数字のおかげとも言えます。はい、それではね iMovie の方を起動して、今度はね出力の速度を測っていきましょう。それではまず起動します。せーのとん。まあ、起動速度はそこまで変わんないですね。なのでムービーを選んでね、出力の方をしていきたいと思います。はい、毎回同じムービーですけども、まあでも毎回同じの方がね、どのくらいの速度で出力されてるかっていうのが進化が分かりやすいので同じにしてます。じゃあこれにね、エフェクトをちょっとかけていきます。エフェクトをかけて少し負荷をかけたね出力にしていきましょう。一番ねコミックが一番かかるのかなと思いますので、コミックに変更してコミックのエフェクトをかけて出力をしていきます。そしたらこのシェアマークの方でムービーの方出力できますので出力していきます。はい、ここですね、お互いビデオ保存のところを押すと出力が開始されます。これはちょっと時間測っていこうと思います。せーのトンと。はい、そしたら時間の方も測っていきます。今開始したばかりですけども、 iPhone 13がスーパー早い、めちゃくちゃ早い。もうね3分の1終わってしまいましたね。今ですね、まだ17秒ですよ。17秒、18、19と20秒弱で3分の1以上終わってますね。半分近くいっちゃうんじゃないですかね。これは早いですね。これ iPhone 12 Pro Max の時どのくらいだったかちょっと忘れたんですけど、編集時にちょっと出しておきますね。12 Pro Max と同じぐらいのマルチコアだったら A14 と A15 でなかなかのね進化を遂げているなっていうところも考えられますので、ちょっとそこもね後で見ていきましょう。はい、ということでね、 iPhone 13終わりますね。終わります。今時間にしてですね、まだ1分4秒5秒6秒ですけども、あ、終わりますね。終わり、はい、あ、終わりました。さて何秒でしょうか。1分11秒でしたね。1分11秒で終わりました。1分11秒で終わったので、その時 iPhone 8はどうかというと3分の1以上、まあ半分以下ぐらいですかね。半分以下ぐらいなので、単純に倍と考えたら3分半ぐらいですかね。3分半ぐらいはかかりそうな気がします。ちょっと待ってみましょう。はい、そろそろ iPhone 8終わります。あ、終わりました。iPhone 8の方は3分47秒ということで、まあ大体想定通りですかね。このくらいの差がやっぱり出ます。で、これはね、マルチコアが高ければ高いほど早いので、今までやっぱりね、iPhone のチップが上がれば上がるほどどんどん速くなってる気がします。で、Pro Max より速かったかどうかがちょっと気になるんですけど、それは編集時に数字出しておきます。ここからがお楽しみタイムですね。以上で iPhone の方のアプリはすべて起動し終わりましたので、ここから戻っていきます。アプリの起動を戻っていって、どこでアプリが初期化されてしまっているかを確認していきたいと思います。メモリの差としては約1ギガありますので、当然こっちの方が記録できるとは思うんですけれども、13がねどこまでいけるかっていうのも楽しみなので、ちょっと戻っていきましょう。それでは iMovie から戻っていきます。せーのとん。これはまあね、今起動したばっかりだから同じと。はい、当然大丈夫ですね。次、ギークベンチ。こちらもまあ問題ないと思います。トン。はい、こっちもさっきの結果通り。はい、続いてサファリですね。サファリ、せーの、トン。はい、これも当然大丈夫ですね。ここも大丈夫。こっからですね、この辺がちょっと怪しくなってきます。大の大冒険はどうでしょう。せーの、トン。お、これ両方リセットされてしまいましたね。大の大冒険でリセット両方。おお、ということは結構もしかしてこの大の大冒険メモリ食ってますかね、という結果でした。ちょっとこれ大の大冒険ここに入れたのはミスだったかもしれないんですが、一応次まで起動してみましょう。で、ポケモン GO どうなってるか。せーのトン。あー、リセットされてますね。ということは当然原神もリセットされてるかな。せーのトン。はい、うんうん、リセットされてますね。ということは結果的には大の大冒険がもしかしたらメモリをものすごく食う怪物アプリだった可能性がちょっとありますね。今回は両方同じタイミングで落ちてしまったので、今の結果を考えると、この大の大冒険がメモリを1ギガとかに食ってる可能性がちょっとある気がします。ちょっとね、これはどうしようかな。これは13 Pro Max とかでちょっと勝負してみないとわからないかもしれないです。そういう意味では全く同じアプリで13と13 Pro Max でこの大の大冒険を超えられるかっていうところをちょっと今度試してみようかなと思います。はい、ちょっと今回メモリに関してはね、こっちも同時になってしまいましたけども、実際は1ギガ多いのでもっと持つ結果になるとは思います。は
い、ということで世代がね、かなり離れているので当然ではありますけども、iPhone 13、こちらの方が全体的にね、処理速度が速かったり、当然数値も高かったりという結果でした。まあ、それでもね、iPhone 8、よく動いたと思います。ゲームをやらないなら十分という見方もできると思います。ただね、今回のようにね、やはり短時間での比較なので、長く使えば使うほど iPhone 8の方が動作が重いだとか、まあ、バッテリーが持たないだとか、そういったね、毎日の不満はね、出てきやすいのかなとは思いますので、その辺もね、考慮に入れていただきたいなと思います。機種変を考えている方はね、参考になったかと思います。以前から話していますが、この比較シリーズは続けていく予定です。最新機種同士じゃなくてもね、面白いと思いますので、アイデアがあればコメントいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今後もね、iPhone、iPad を含む Apple 最新情報やお役立ち情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画でもお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。